か、あの2人で一応お話をしたいというふうに思います。で今日あの本当はこういうところに出るのはもうあのやめたいという本人の意思もあるんですが、子供のためということで今日一日ということで僕の方からお願いしましたので、あのお話を聞いていただきたいと思います。はい、あのおかげさまで順調に、私の体の方も回復しましたし、で子供も本当に彼に似てすごく可愛い子が生まれまして、まだ母親の実感みたいなのはないんですけど、でもこれからどんどん頑張って、育てていきたいと思います。男の子と聞いた時はどうですか？別にどっちが欲しいっていう特別なのがなかったもんですから、男の子って聞いて、で元気にわーなんて泣いたんでね、すごくああよかったと思いました。お前はお前はお前はどうやったって聞いたんですけど、名前はうちの父親がつけまして、ゆうたろうという名前です。ゆうたろうという名前でして、示す辺に右と書くゆうに、あとは太郎のろうが、それで右側の月と書くと、はい、違います。三浦家はずっと代々、おじいさんが名前を考えてくれることになっていて、でうちもねおじいさんにお願いしたんですけど気に入ってます。